皆さんこんばんは、MK です。今回もロブロックスというゲームで遊んでいきたいと思います。どうやらここは人を捕まえて変な髪型にしている恐怖のヘアサロンみたいですね。私は変な髪型になりたくありませんので、なんとかここから脱出していきましょう。美容院とか床屋って行くまではめんどくさいけど、行っちゃったらスッキリだよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よーし、じゃあ早速脱出しましょうか。あなたがここの店員なんですか？プリーズテイクアシート、シートに座れと言っていますね。うわ、いかにも悪そうな顔をしている。絶対嫌ですよ。そしてあなたは変な髪型にされちゃったんでしょうか？それじゃあ外は出れませんよね。私のフードを貸してあげてもいいですけど、今は自分のことだけ考えていきましょう。変な髪型にされちゃったら女の子と喋れなくなってしまいますからね。 MK さんがモテモテになるためにも早めに脱出したいと思います。これは櫛か、多分当たったらダメなんでしょうね。ゆっくりジャンプして避けていきましょい。はい、オッケー。あなたはユーズザメニョギョギョウェイ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 ということで、何を言ってるのか全く分かりませんが、この紙の上を歩いていけということなんでしょう。なんで下が藁になっているんでしょうか？世界観よく分かんないな。え、美容院なのに藁わかんないな。わかる方いたら教えてください。ワード、今のは初見じゃ無理でしょうが、これはヘアスプレーか。当たらないように進まないといけないんですね。ヘアスプレーとかっていう量じゃないんですけど、確実に MK さんを染めにかかってますよね。赤いヘアスプレーも避けまして、こんな赤色に染める人いる？あんまりいなそうだけど、で、水色のスプレーも避けて、うわ、あなたも変な髪型になっちゃってる。サイズ感おかしくない？え、あなたはめちゃくちゃでかい人で、あなたがちっちゃい人、私はもっとちっちゃい。世界観というかサイズ感がよくわかりませんけども、突っ込んでる場合じゃないですよ。ここは、あ、風が吹いてんのか。ドライヤー的な設定なんでしょうね。ジャンプしながら進んでいきましょう。これうまくジャンプしないと後ろ側に下がってしまいます。ほら、ドライヤーだ。こういう形のドライヤーなんか海外だね。日本だとあんまり見かけない形でございます。うわ、何、あなたはどういうこと？生首なんですけど、多分ヘアモデルさんなのかな。それともあれか、カツラ的な感じなんでしょうか。確か、わどどどど、今バグったね。え、なんか今おかしくなってたような気がするんですけど、壁にガン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 ってぶつかってませんでした？もうちょっと余裕を持ってジャンプしないと今みたいになってしまうんでしょう。はい、オッケー。そしたらハサミの上を通って、これいける？なんかさ、頭の上乗れそうじゃないの？乗れないんかい。しかもなんか今水に落ちたみたいな音じゃなくて、思いっきり落下した音がしました。水関係ないんかい。はい、じゃあこのカツラの横をなんとか通っていく。これはあれか、化粧道具か、なんて言うんだったっけ。MK さんもちろん化粧とかはしないので全然専門用語がわかりませんけども、はい、中間取りました。そしたらこれがなんて言うんだったっけ、この髪巻くやつ、ヘアカラー的な話、カーラーって言うんだったっけ。あら、忘れちゃったし、喉はガラガラだしでどうしようもないので、ガンガン進んでいきましょう。これはアイロンか。 MK さんはちなみにアイロンとか使いません。はい。あんまり髪が長いタイプではございませんので、そこのところはよろしくお願いします。あなたはファインドザ、これ、あー、なるほど、選ぶ系ね。選ぶ系が MK さん一番得意でございます。これはね、カメラをこうやるとどこが正解だかわかるんだな。こことここが違ったので、多分この黄色いところだと思います。 OK。 そう、こうやってカメラをぶつけると、なんかこう跳ね返るところがあるんですよ。今のところは跳ね返らなかった。おっと、ここが跳ね返りましたので、ここが正解だと思います。 OK。この選ぶ系はマジで得意。ここは跳ね返らない。ここが、お、跳ね返りましたね。はい、じゃあここを通っていきましょう。 MK さんは日本人なのでこれぐらいの髪色が好きでございます。最後はここじゃないんかい。ど真ん中か。あ、違うな、黄色が正解みたいです。黄色い髪の人って
あんまり日本だと見かけませんよね。まあ金髪ぐらいだったらありますけども、あれぐらいの黄色はさすがにちょっと目立つな。はい、そしたらここを通ってどんどん上に進んでいきます。これは撮影場所的なイメージなんでしょうか。で、うわ、今度はカツラの上か。結構ちっちゃいですよ。足場が落ちないように気をつけましょう。この真下の真っ黒はどういうこと？え？ちょっとようわからん真っ黒な地面がありましたが、ワオジャイアントマイギョギョバイボギョドドドンということで、でっか。確かにこれはジャイアントだ。登って上から落ちろということなんでしょうか。やだな。行くよ。はい、この滑り台に乗っていきましょう。ポーンと滑ってジャンピング。どういう設定全然わかんないけど、ここは多分落ちちゃダメなんでしょうね。はい、そして次は、うわ、変な髪型になっちゃってる。トゥルストミーアイムザベストバーバーインタウン。あー、なるほど。この街で私が一番の美容師だと言っております。そんなわけないでしょうが、 MK さんはここを脱出してもっとちゃんとねイケメンにしてくれる美容師のところに向かうんだ。そしてイケメンの髪型で、この後女の子のところに向かう予定はありませんけども、まあ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 気分からですからね結局あれですよ、自分に自信を持つという意味でもちゃんとした髪型になるというのは大事ですからね。階段長くね。え、ちょっとこの階段登っていくだけで疲れちゃいそうなんですけど、はい、なんとか階段終わりました。うわ、何これ、バリカンか。ちょっとこれはむずそうだぞ。落ち着け、ちゃんと場所を見ましょう。うわ、分かりづら。うわー、むずいしかも焼けるの、それもそれでよく分かりませんけども、結構むずいぞ。落ち着け。ポン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 でじゃん。うわ、待った、後ろ側も当たっちゃいけないんですね。正面だけじゃないのか。落ち着け。これさ、結構、うわ、シビアすぎない？こう起きて、よし。待て、無言でやんないとマジでミスる。こう、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 こうでジャンピング OK。うわ、むずいむずいむずい。いきなりちょっと難易度跳ね上がりすぎじゃない？これ勢いでいっちゃった方がいいか。ちょっと勢いでいきます。ポン、ポン、ポン。ポンポン、おほほほ、勢いゲーだった。そしたらあれ、ここじゃないのか。うわ、コンセントがアメリカンですね。これアメリカのコンセントだったっけ。うわ、忘れちゃった。日本のコンセントではないよね。この三股になってるやつ、どこの国なんでしょうか。わかる方いたら MK さんに教えてください。うわ、こんな高さから落ちたらもうひとたまりもないですよ。錆びている地面はちょっと怖いですけども、ウォークカフォイアクロスディステレフォンポール、あ、テレフォンポール、これね、電信柱か。電信柱って海外だとテレフォンポールって言うんですね。はあ、MK さんちょっと一つ勉強になりました。海外に行ったらもうドヤ顔で使いましょう。あれ、テレフォンポール、あ、あれって日本語か。じゃあダメですね。はい、じゃあここ中間取りまして、今度はバリカンの刃の上渡っていきたいと思います。これもなかなかシビアでございますよ。うわ、落ち着け。ジャンプしてジャンプして OK。 そろそろ終わりじゃないのか。ニードはシェイブ、テイクはシート。シェイブをしろと言ってますけど嫌です。で、ここにはコンセント2つもありますね。鏡、鏡にしちゃう、なんか後ろが映ってないですけど、どういう鏡なんだろう。よし、じゃあここも越えていきましょう。あ、シェービングね、顔剃りか。顔のひげを綺麗に剃ってくれますよという話なんでしょうけども、顔どころか MK さん全身が剃られてしまいました。真上を向いています。そうし、これ何、あ、これもバリカンか。これは多分ね、この持ち手のところをジャンプしていかないと当たり判定的に厳しいんだと思います。はい、持ち手のところをしっかりジャンプして、なんとかクリアしました。そろそろ終わりか。え、うーわ、それはむずいな。ほいほい、なんか落ちた時の音が骨折してない？骨折してるみたいな音するんですけど、おお、まだまだ続くの？はい、今度はハサミのエリアでございます。ハサミに当たらないようにジャンプしていきましょう。うまいね。はい、そして、お、レッツゴー、レッドファイナリーエスケープディスプレイス、オッケー、終わったんじゃないか。はい、ここ通り過ぎて終わったか。どうだろう、
とりあえず外には出られました。さっきはここが入り口だったんですよね。入り口の外に出まして、そろそろゴールが見えてくるんじゃないでしょうか。オッケー、なんとか恐怖のヘアサロンから脱出することができました。皆さん今回の脱出いかがでしたでしょうか。いいなと思ったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。